はい、授業の方、早速開始したいと思います。今回はですね、Adobe Premiere Pro を使ってですね、料理動画を作ろうという、まあ、初回の授業という形なんですけども、はい、それではですね、まず皆さんがダウンロードしました、ファイルの方、ちょっと開いていただきたいと思います。これちょっと Mac の画面なんですけども、はい、料理動画スタートっていうのがありますね。はい、これ CS6 と CC2 つのバージョンがありますので、皆さんが持っていますバージョンに合わせて開いてあげてください。はい、右クリックしまして、今回は Adobe の Premiere Pro CC で開きますよ。まあ今 CC2014 というのが最新であるんですけども、CC で開きますよという形で、まず画面を開いてあげてください。無事画面が開きますとですね、このような形で、すでになんかもういろいろと読み込まれていると思うんですが、作り方は言ったって簡単ですので、ちょっと細かくですね、ゆっくり解説していきたいと思います。まず、画面のちょうど左右にモニターがありますね。これは、ソースモニター、プログラムモニターという2つのモニターとなっています。そして左側にあるこのプロジェクト。はい、ここに今ですね、いろんな素材があります。多分皆さんがですね、ビデオカメラなどで撮影された素材が、ちょうどここに入るような形になるんですが、まあ、考え方としてはですね、ちょうど冷蔵庫みたいな役目と思ってください。ムービーの素材、音の素材とかすべてここに入っていますよという形になっています。で、冷蔵庫から出した素材を確認するには、はい、じゃあちょっとまずやってみたいと思います。スタートムービーというのがありますね。はい、ここを、はい、ダブルクリックしますと、左側にこの画面が現れます。で、こんなような感じでですね、ジョグシャトルっていうか、まあ、普通に動かすことできるんですけども、再生ボタンを押してみましょう。大野ひろみです。今回は YouTube スペース東京にて、チョコレート作りにチャレンジしたいと思います。まずはカメラなんですけれども、スマホでも十分なんですが、今回はデジタル一眼レフカメラを使って撮影したいと思います。というようにですね、まずここに入った素材、ムービーですね、それをご覧になるにはここをクリックですね。様々なムービーがありますので、そこをクリックすることでまず、ムービーを確認することができるわけです。で、早速ですね、ちょっと編集の方行きたいと思うんですが、すでにですね、ここの方で、はい、スタートムービーっていうのがあると思うんですけども、これはですね、ちょうどドラッグアンドロップしてこちらの方、これタイムラインっていうんですけども、ちょうどこちらの方に持ってきます。まあ、こういうふうに持ってくるんですけども、すでにここではもう、並ばれた状態になっていますね。で、ここがまさにまな板のような形になっています。つまり、ここ上でくっつけたり貼ったりとかして、実際に編集作業を行っていくといった形です。そして、その画面というのが右上のプログラムモニター。ここですね、右側の画面で見ることができます。つまり順番としては、最初に冷蔵庫があって、ここのプロジェクトの、はい、もののところにムービーが全部入ってますよ。それを確認する、何が入ってるのかなっていうのを確認するには、ソースモニターダブルクリックすることによって、こういう素材がありますよ、ああいう素材がありますよっていうのが出ます。そしてそれをドラッグアンドロップして、こちら側の料理動画の方に並べていただいて、それを確認するのがプログラムモニターの役目となっています。ではですね、まず1個目最初に並べられているのをちょっと確認しましょう。今度はこのまな板となっているタイムライン、ここを再生しています。大野ひろみです。今回は YouTube スペース東京にてチョコレート作りにチャレンジしたいと思います。はい、チョコレート作りですね。私も作ったことないんですけども。でですね、ここで、次のムービーですね。今度は、レシピを紹介したいなというふうに思います。で、レシピ解説ムービー1というのが画面のここにありますので、ちょっとここをクリックしましょう。はい、どういうのが入ってんのかな？クリックしたら、今度は左側のソースモニターで確認します。それでは、材料のご説明をします。まず、タブレット型のチョコレート。そしてトッピング用のアーモンドとカシューナッツ、こちらはフライパンで軽く炒ってあります。そしてデコレーション用のアラザン、そしてハートのタルト型です。はい、というようにですね、まずは何の材料を使うかということを解説しているわけです。で、これをもちろんこっちにポンと持ってくることはできるんですが、カット編集というのをちょっとやってみたいと思います。カット編集というのはですね、ここからここまでですよということを主に、やっていくわけです。つまり、余分な部分を省いちゃうわけですね。じゃあちょっとここを動かしてみますと、最初少しのりしろの空白があります。はい、それではここで喋りましたので、はい、そうするとここのボタン、インテンをマークというのがあります。はい、ちょうど見ていただくとここですね。ちょうどこのインのマーク。はい、このインテンマークというのをまず押します。ここからということですね。そして再生を押していきます。それでは材料のご説明をします。
まずタブレット型のチョコレート、そしてトッピング用のアーモンドとカシューナッツ、こちらはフライパンで軽くいってあります。そしてデコレーション用のアラザン、そしてハートのタルト型です、というような形で、ここからここまでですよというふうに、ここで持ってきて、はい、連結させるわけですね。ちょうど電車と同じような感じです。再生しています。大野ひろみです。ちょうど右上のここですね。 YouTube スペース東京にてチョコレート作りにチャレンジしたいと思います。2番目のムービーに切り替わりました。それでは材料のご説明をします。まずタブレット型のチョコレート、そしてトッピング用のアーモンドとカシューナッツ、はい、こちらというふうにですね、ムービーが連結した状態がこのプログラム側で確認することができます。で、これ今ちょっと見にくいんですけども、ちょうど画面左にあるここですね、はい、このマークのところをですね、ぐーっとこう持ってきます。そうすると尺、ちょうど見る尺がですね、変わるわけですね。はい、そうすると、結構ですね、わかりやすく、こう、細かく見ることができたりするわけです。もうちょっと細かくしましょうか。こんな感じですね。で、次なんですけども、今度は A と B のムービーをつなげるのに、トランジッション効果というのをちょっと入れたいと思います。このトランジッション効果って何かっていうと、ちょうどよくテレビとか映画でですね、画面が切り替わる。だんだん画面が暗くなっていって、画面がまた、ちょうど、合成されたように切り替わっていく。そういった効果というのを出すこと、演出することができるわけです。まずは、ここのエフェクトタブ。ちょっとこちらの方をご覧ください。エフェクトと書かれていますね。はい。このタブをクリックしますと、はい。ビデオのプリセット、オーディオトランジションとかいろいろとあると思うんですけども、ここでビデオトランジションというタブを開きます。はい。そして、ビデオトランジションの中から、はい。今度は、はい。ワイプというのを選びます。ワイプを選んでいただいて、このワイプというのをドラッグ&ドロップして、今の連結部分に、はい、配置します。ちょうど連結した真ん中の部分ですね。ここが大きなポイントです。ちょうど真ん中のポイントです。はい、そうするとどうなるかというのをちょっと見てみたいと思います。はい。したいと思います。はい、このような形ですね。場面が切り替わるわけですね。ワイプというのはですね、ちょうどなんかこう線が横切るような形で、それをまあ打ち消すような形で画面が変わっていきます。もちろんですね、ワイプ以外にも、はい、ディゾルブとかですね、こういったものを加えることによって、さっき言った、したいと思います。それで、はい、フェードイン、フェードアウトみたいな効果を作り出すことができるわけです。さあ、こうしてですね、まず2つ付け合わすことができました。あとですね、画面上で、例えばですね、今ちょっとプロジェクトもう一回開きますけども、はい。ちょっと画面切り替えたいなって言った場合には、タイムライン上でも切り替えることができます。例えば、こういうふうにですね、材料のご説明をします。まずタブレット型のチョコレート、はい、チョコレートと言ってます。で、ここでいいや、とりあえずここでチョコレートまで行ってもらいましたと。そしたら今度レシピ2のムービーがありまして、ここでも説明をします。まずタブレット型のチョコレート、はい、チョコレートといったところでイン。そして今度連結させるとどうなるかというと、まずタブレット型のチョコレート、そしてトッピング用のアーム、はい、場面が見事につながったような形になるわけです。まあ、こうしてですね、カット編集を行うことによって、まあ、こちらでイン、アウト、そして、まあ、こちらですね、調整するためという形で、さらにどんどん連結していってくっつけていく、これが大きなポイントになるわけです。さあ、次ですね、今度はですね、もう少し音っていうのをちょっと入れてみましょうか。はい。ちょっと今無音なんでね、なかなか分かりにくいと思うんですけども、ここにサウンドと書かれたですね、フォルダーがありますので、ダブルクリックします。はい。そうするとですね、サウンドが出てきました。波形になってますね。ここをちょっとクリックしてみましょうか。はい。クリックすると、はい。さっき言ったように、ここ冷蔵庫なんで、見るにはソースモニターですね。こちら側が、どういう風になってるかっていうのが現れます。さあ、ちょっと再生してみますね。同じように再生。はい、このようなですね、イメージの曲が、流れてくると思います。これですね、曲、まあいろんな形式があるんですけども、まあ著作権とかですね、まあ気をつけていただいて、まああったような曲自分たちで作ってみても面白いと思います。で、この曲のところの、はい、この部分ちょっと見ていただきたいんですが、オーディオのみをドラッグっていうのがあります。はい、このマークですね。さあ、これをですね、ドラッグ&ドロップして、今度は、はい、この下に当てます。はい、下。
ちょうど A2 と書かれたところなんですけども、はい。こんなような形で持ってきます。で、持ってきましたら、今こういうふうに音が並んでる形なんですけども、はい、ちょっと再生してみます。じゃあ一番最初に巻き戻しまして、再生を行っていきます。大野ひろみです。今回は YouTube で、はい、そうするとですね、こんなような形で、バックグラウンドの音が入ったといった形になるんですね。で、ここでですね、音結構、うるさいんですね。これどういう風になってるかというと、まあ普通ね、その場で録音してるわけじゃないので、実際にこう人の喋ってる音と、まあ流れて作曲した音とかっていうのは変わってきます。その場合ですね、ちょっとこちらのオーディオミキサーっていうのがありますので、ご覧いただきたいですね。オーディオミキサー、左側にあります。で、このオーディオミキサーをクリックしまして、はい、そうするとですね、ちょっと見てみましょう。このようにですね、音がトラックによって分かれているんですね。はい。この A1 っていうのがちょうど、この大野ひろみさんが喋ってる音ですよ。A2 というのがこの音なんですけども、ちょっとですね、逆転しちゃって、背景のバックグラウンドミュージックの方がうるさくなっちゃってますね。まあ、うるさいというか、ちょっとこう、音が大きくなっちゃってる。といった場合には、こちらのボリュームを8上に上げて、こちらのボリュームを、まあ、マイナス9とかにしてしまいます。そうすると、この、オーディオトラックミキサー上で、今回は YouTube スペース東京にて、チョコレート作りにチャレンジしたいと思います。まあ、最適なですね、音っていうのを見ていただいて、作っていただきたいと思います。まず、タブレット型のチョコレート、そしてトッピング用のアーモンドとカシューナッツ、こちらはフライパンで軽くいって、はい。でですね、大まか、音と、まず、カット編集とトランジションが入れることができましたら、今度はですね、マルチカメラと書かれたものがありますので、ちょっとこちらの方ですね、見ていきたいと思います。マルチカメラ1です。で、これすでにちょっともうセッティングされてるんですが、これをドラッグアンドロップして、よいしょっつって、別によいしょ言わなくてもいいんですけども、ここのところをですね、タイムライン上に持ってきます。はい、連結させるわけですね。はい、そうするとですね、こんなような感じで、はい、ちょっと緑色の線が入りました。これはですね、Adobe Premiere Pro のですね、マルチカメラ編集と言いまして、ちょうど今回ですね、料理番組の撮影で3つのカメラを使っています。その3つのカメラを切り替えることができるといった、ちょっと特殊なですね、機能の一つとなります。で、これをですね、機能させるにはどうすればいいかというとですね、この右側の、はい、ちょうどここのボタンですね、ちょっとわかりにくいんですけども、ここからですね、マルチカメラというのを選択します。はい。そうするとですね、普通にはですね、こんな形でムービーが流れていくんですけども、このマルチカメラのところに行くと、はい、3つムービーが出てきました。これですね、ちょうど3つが同期してカメラがですね、撮影されているといった形になります。それではですね、マルチカメラのやり方っていうのをちょっと解説したいと思います。これ至って簡単なんですね。結構複雑そうに見えるんですけども、ちょうど今選択されているカメラがいっぱいあるわけです。こんなような形で3つあるわけですね。で、この3つのカメラをちょうどマウスのクリックで切り替えていくような形になるわけです。じゃあちょっとこれやってみますんで、皆さんもですね、まずちょっと見てていただきたいと思います。いきますよ。まず再生をします。で、再生をしたら、ボールに熱湯を入れます。まあ録画されてますよ。よし、熱湯を入れたということで、今度は右だと。はい。では、温度を測ってみましょう。はい、温度を測ってもいきますね。はい、入れています。ちょっとこれ、また切り替えますよ。はい、そして左のカメラにも切り替えることができます。4度、そろそろ良さそうですね。はい、そしてここでまた戻りまして、はい、チョコレート溶かしますね。まずこちらだ。これ結構忙しいんですね、リアルタイムやるね。今度右だ。はい、ということで、溶かしていっていきまして、しばらくこのままチョコレートが溶けるまで待ちます。はい、ということですね、結構緊迫するんですけども、はい、終わりますとこのような形でですね、カメラが、はい、無事に切り替わって、これ右側がここなんですけどね、ここの部分が、ちょうどカメラですね、実際に、保存したカメラの内容となっているわけです。はい。でですね、これ切り替えたい場合、ちょっとこれ、あれだな、ちょっとカメラ変えようかな、つった場合には、これ選択してですね、またここクリックすることによって、まあ、ここの部分、ちょっと切り替えたいな、っていうので、切り替えることもできますので、まあ、ご自由にですね、別にリアルタイムでやんなくても、ゆっくり見ながら、あ、やっぱここはこうしたいな、つった場合にボタンを押していただければ、自動的にカメラが切り替わる形となります。はい、以上がですね、
前半部分となります。まあちょっとですね、いろいろと難しい部分があるとは思うんですけども、まあお気軽にですね、ちょっと作っていただいて、後々復習とかですね、いろいろとカスタマイズしていただければと思います。ではですね、今回は1日目ということですね、 YouTube スペース東京の、はい、いろいろと設備のご案内ということをですね、ちょっとこの、チョコレートが溶ける間に、解説したいと思います。はい、ではですね、授業の後半戦いきたいと思います。前半ですね、参加できなかった方はですね、ここに、料理動画前半終了 CC CS6 ってありますので、各バージョンに合わせてですね、ここをクリックしていただければ、一気に後半に、ワープすることができますので、こちらの方をクリックして確認してあげてください。さあ、今度はですね、今マルチカメラやったんですけども、続きのマルチカメラ行きたいと思います。ちょうどチョコレートもですね、溶けたいい感じの時間帯かなと思いますので、はい、こちらにありますマルチカメラ2っていうのがあります。はい、これをですね、ちょうどドラッグアンドロップして、よいしょと持ってきます。よいしょ。はい、こんな感じですね。はい、持ってきましたら、先ほどと同じようにマルチカメラ、ちょうどこれも切り替わると思うんですけども、はい、このような形でですね、最後、チョコレート完成までちょっと、作っていきたいと思います。じゃあちょっと一緒にですね、やっていきたいと思いますので、まず最初のカメラですね、ちょっとこちらの方にセットアップしていただいて、はい、じゃあ、気合い入れていきますね。今回はちょっと3分ぐらいありますので、再生しながらやっていきたいと思います。はい、ではチョコレートの方そろそろ良さそうですね。スプーンで、スプーンでゆっくりと混ぜてみてください。はい、こちらでチョコレートを混ぜていますね。いいですね。すごいトロトロになってきました。はい、トロトロになるもんなんですね。そうしましたら、ハートの型に流し入れたいと思います。はい、ハートの型に流し入れます。よいしょ、こっち切り替えで、また切り替えで。はい、チョコレートを、型に流し込んでいる映像ですね。はい、ちょっとこっちも入れちゃったりとかしてね。はい、そして置きました。2個目ですね。2個目、ということでですね、まあこういった形で、各様々なですね、自分に合うようなカットをちょっと作ってですね、選択していただく形になります。今度トッピングですね。はい、トッピングはこの画像が一番良さげですね。でですね、どうしても集中力が続かない方はですね、別に一回止めちゃっても、そのまま継続できます。なので、あ、これもダメだと思って、ちょっと辛いなと思ったら巻き戻してもう一回ここから始めてもいいですし、その辺は各自の、集中力にお任せしたいと思います。じゃあちょっと続きいきます。ですね、今マルチカメラの続きということで、やったと思います。例えばですね、ちょっとこれ先ほどやったトランジション効果ちょっと見ていきたいんですけども、はい、ここでですね、ぐーっとアップにしまして、はい、出るまで待ちます。はい、待ちますの間のところでですね、ここでエフェクトから例えばですね、ここでワイプとかさっきみたいに入れちゃうと、よいしょ、はい、ちょっと OK しますね。待ちます。はい、はい、
今みたいですね、画面が切り替わります。これまあトランジションでクロスでも何でも構いませんが、あまり派手なのやるとですね、ちょっとおかしくなっちゃうので、まあ時間の経過が分かるようなトランジション効果ですね。まあ色と種類がありますので、ご自身でちょっと試していただければと思います。はい。ということでですね、まず、こんなような形で全体像が完成しました。で、次なんですけども、例えばですね、完成したもの、これはですね、先ほどのプロジェクト、冷蔵庫に戻ります。で、ここにピクチャーっていうのがありますので、はい、これをですね、クリックしていただいて、よいしょ、ウィーンと持ってきます。はい、持ってきましたら、どうなるかというとですね、大体20分くらいで綺麗に固まります。はい、という感じでですね、今やったんですけども、よいしょ、はい、かな。はい、完成しましたね。これなんかもトランジション効果で入れちゃってですね、さっきのエフェクトからクロスディズルブ。クロスディズルブはよく使えますよ。これ、もう定番ですね。はい、完成しました。という形になるわけです。で、完成したらですね、まあ一応一通り OK なんですけども、まずですね、ちょっと、はい、ここではですね、音楽。これですね、長くずっとついちゃうんですね。5分ぐらいついてますので、この音楽をですね、ちょうど画面と同じようにヒューッとここにぴったし当てはまるようにしましょう。ちょっとですね、これ音楽が見づらい方はですね、ちょうどこのボタン、クリックしていただくとわかるんですけども、ここの空白の部分ですね。えい。はい。そうすると、こんなような感じで波形も見えますので、まあいろいろとですね、試したい方とかですね、その辺というのはいろいろとご自身でやっていただければと思います。まあ見づらい方はですね、こうやって上に持ち上げれば、それだけ細かく大きく見ることができますね。で、音楽がちょうど終わるところ、はい、ここなんですけども、よーく見てくださいね。ここのところを、はい、一応、こう、最後、終わったところにするんですが、最後、フェードイン、フェードアウトというのをちょっとやってみたいと思います。フェードイン、フェードアウトはですね、音を徐々になくしていく、もしくは背景を徐々に、まあ、消えていくような、そんなような効果になります。もうちょっと細かく見ていくと、はい。こんなような感じになってるんですが、はい。ここ注目してください。まず一番上ですね。ここ、ちょっと見づらいかな。はい。ちょうど上にこの線があるんですが、はい。この線のところをですね、コマンドキー、もしくはオルタネートキーを押しますと、プラスというマークに変わります。で、ここでまずクリックします。はい。なんか星のマークみたいに出てきましたね。丸いマークが出てきました。もう一個、クリックします。二箇所ですね。で、1個を2つ打ったら、1個最後の方を下にぐーっと下げていきます。はい。よいしょ。こんな感じかな。そうするとですね、どういう状況になるかというと、はい。これがですね、ずっと下に下がるわけなんですけど、こうなります。これは、徐々に透明度がなくなってきますよという形になりますので、ちょっと見てください。はい。というのがですね、こう、徐々に消えていくような形になるわけです。で、音も同じようにちょっと合わせたいなといった場合も、音も同じようにプラスマークがありますので、はい、ここですね。よいしょ。見ていきたいと思います。ここを、はい、コマンドキーとオルタネートどちらかを押していただいて、よいしょ。下に下げます。そうすると、どうなるかというと、音も徐々に消えていくっていう形になるわけです。ちょっと見てみましょう。はい。というような形でですね、綺麗にフェードインフェードアウトができました。もちろんこれ最初もありですね。最初なんかも、スタートするところで、はい、こんなような感じで下に下げてもらえれば一番最初ですね。大野ひろみです。今回は YouTube スペース東京にて、というような感じでですね、まあ画像と音をフェードインフェードアウトすることができるわけです。で、一応最後ですね、もう一個解説したいのが、レシピですね。このレシピなんですけども、はい、ちょうどプロジェクトに入っています。はい、ここのレシピ紹介っていう黒い部分があるんですが、これですね、プレミアプロでタイトルを作るという機能なんですけども、すでにもうタイトルなんか作っちゃったんで、こんな感じでですね、レシピのところで、はい、持ってきます。よいしょ。はい。これ V2 と捉え書かれたものは上に重ねることができるといったものです。まあタイトルだとか図形だとかロゴとかも重ねやすいんで、本編を作って上に合成するといった形です。で、これも同様にですね、上に重ねられていますんで、どこからどこまでですよっていうのをタイムライン上でこのように伸ばしてあげることができるわけです。で、ここレシピの解説なんで、ちょうどレシピをやっている部分ですね。ここの部分ですね。
これですよ、あれですよ、つったところのレシピを解説する分にちょうどぴったし当てはめるようにします。で、これがまず出来上がりましたら、今度レシピを打ち込んでいきます。じゃあレシピ紹介、ここの部分ですね、ダブルクリックします。はい、そうするとですね、このような形でタイトルウィンドウっていうのが表示されます。これですね、ちょうど画像にですね、タイトル、文字だとかを入れる。まあ図形もいらないんですけども、そういったことができる機能の一つになっています。で、ちょうどここの左側の T と書かれたマークですね。はい、これをですね、画面の左上のところで、よいしょとクリックします。そうするとですね、文字入力ツールというのに切り替わります。よくね、フォトショップとかイラストレーターとまさにそれと同じような形になるんですが、で、ここでですね、レシピを打ち込んでいただくにあたってですね、はい、先ほどの一番最初皆さんフォルダー開いていただいたんですが、レシピ表テキストっていうのがあります。はい、これダブルクリックしていただくと、はい、レシピが書かれています。手作りチョコレート、タブレット型のチョコレートトッピングのデコレーション用のアラザン、ハートのタルトがですね、今回使用するやつですね。で、ここで、よいしょ、これで選択したらコピーします。テキストのコピーです。そして、ここのさっき今 T になって押したところのところで、編集からペーストを選択すると、はい、このような形で手作りチョコレートのですね、こういったレシピが画面に表示されると思います。で、これはなんですけども、まあ、細かくいろいろと編集してですね、文字の調整もできるんですが、ここのフォントサイズというのをちょっと見ていただけますか？はい、今 100% になってますよね。このフォントサイズ。ここのフォントサイズというのを、はい、もうちょっと小さくして全体が入るようにしたいということで、88ぐらいかな？ 88 ぐらいに設定してあげましょう。はい、そうすると全体が、入りました。で、これ普通にまあ文字やる場合だとなんか普通に白の文字なんですけども、下の方をご覧ください。はい、ちょうどここの部分ですね。はい、いろんな種類の、これプリセットが用意されています。スタイルというものなんですけども、このスタイルに合わせてやる場合は、クリックするとですね、はい、このような形でですね、自動的に切り替わります。これもいいな、あれもいいなと。まあ、いろんな種類があるんですけども、その都度ちょっと文字の大きさも変わっちゃうんですが、はい、例えば、こっちのちょっと目立ってるようなロゴだと81にしてですね、変えることもできます。もちろんフォントなんかもですね、ご自身で、インストールされているフォントを使って、さらに、ドラマティックにですね、いろんな文字っていうのを演出することができます。じゃあ、そこではですね、ちょっと、角ゴシック系にしちゃおうかなっていうんで、こんなような形に設定しました。で、これもう見ていただくとわかるんですけども、すでに右側にも反映されてますね。このチョコレート。はい。手作りチョコレートのレシピ反映されてます。ということなんで、作ったらですね、すぐに反映されるといった形になります。あと、もうちょっと細かくしたい場合は、この手作りチョコレートの部分以外のところを、はい、このような形で囲っていただいて、あとは、はい、このような形で、一個一個、まあ、一行一行とか、一文字一文字を、まあ、タイトルのスタイルを変えることが可能となっています。はい、そうしましたら閉じていただきたいと思います。はい、そうすると無事ですね、この右側に、こんなような形で重なりましたでしょうか。閉じたいと思います。それでは材料のご説明をします。まずタブレット型のチョコレート、そしてトッピング用のアーモンドとカシューナッツ、こちらはフライパンで軽くいってあります。そしてデコレーション用のアラザン、そしてハートのタルト型です、というような形でですね、無事に、入りましたでしょうか。で、まあ一応これで完成なんですけども、例えばですね、もうちょっといろんなこと凝りたいなって言った方にはですね、プレミアプロのですね、エフェクトっていうのがあります。まあこれちょっと上級者向けなんでね、やれる方のみで結構なんですけども、例えばですね、完成したものがこうありましたよ。で、まあ実際に完成したものと写真で撮ったものってだいぶ変わっちゃったりするんですよね。まあもうちょっとなんか、しずる感っていうんですか、そういったものが欲しいなって言った場合には、後処理で、補正することができます。まあ今これビデオトランジションという部分ですね、こちらの方をですね、選択していただいてやったんですが、今度ビデオエフェクトっていうのがあります。まあいっぱいいろんなエフェクトがあると思うんですが、ここではですね、何がいいかなということで、はい、一番ですね、ちょっと、メジャーな RGB カーブというのをちょっとですね、適用したいと思います。これですね、同じようにドラッグアンドロップでトリアーと一番最後のところに持ってきます。はい、これで、適用できました。
何も変わってないじゃないか。まあ変わってないですね。まだやってないわけですからね。まず実際に選択されてるのを確認。そして今度エフェクトコントロールっていうのがあります。うわ、なんか変なのが出てきたなと思う方いると思うんですが、あまり気にしないでくださいね。ここ RGB カーブって何をやるところかっていうとですね、まあ色信号、RGB、レッド、グリーン、ブルーですね。この三原色の色を、まあ、いじったり返したりして、濃くしたりすることができます。まあ、ちょっと濃くするっていうのはあれなんですけども、各明るさの部分、暗い部分とかですね、そういったものを変更することができます。例えば、こういった、タルカタのチョコレートだとすると、まあ、背景もちょっとこう、ピンクっぽいっていうのもありますんで、もう少しちょっと赤みを帯びたいなって言った場合には、はい、こんなような感じでですね、よいしょ、持ち上げると、はい、このように赤みを帯びることができます。ちなみにこれ、例えばですね、グリーンなんかもやっちゃうと、こんな風な感じでグリーンになっちゃいますね。これちょっと食べたくないですね。はい。というような形でですね、様々な、色っていうのを演出することができます。まあ一番ちょっとわかりやすい例っていうのもありますんで、簡単に解説するとですね、はい、ちょうど私、ここにですね、トマトありますけども、トマトをですね、ちょっと同じ風にかけてみたいと思います。トマトっぽい色がちょうど出てますね。はい。で、ちょっと今これマルチカメラ切っちゃいますね。今、切って普通に、バーンとしたいと思う。あ、コンポジットビデオですね。設定し直すとこんなような感じになってるんですが、エフェクトから RGB カーブ適用。そして、エフェクトコントロールっていうタブを開いて、はい、ここのトマトの色だけの赤みを上げます。はい、そうすると、このトマトが、はい、地図感が出て、美味しそうですね。食べたくなっちゃうような感じになります。まあ、いろんなですね、このカーブの曲線によってですね、様々にコントラストを強めたりとか、することができますので、まあ、これも皆さんのフォルダーに入ってますんで、ぜひですね、今回を境にいろいろとちょっと試していただければなというふうに思います。はい、あとですね、さらにちょっと補足として、こんなこともできるよっていうのをちょっと、解説したいと思います。まずタイトル部分、例えば、こういったですね、レシピがあるんですけども、ちょっとなんかこう見づらいなって言った場合には、この長方形ツールですね、こんなんでぐーっと囲っちゃいます。はい。囲っちゃいました。全く見えなくなっちゃいますけども、はい。これをですね、ちょうど、はい。右クリックしまして、はい。ここからアレンジで、一番のですね、背面ですね。はい。後ろに持ってっちゃいます。で、例えば、こうした後に、この不透明度なんかをですね、こう下げてもらえると、はい。こんなような形でですね、ちょっとマットっぽいですね。座布団って言うんですけども、こういった形で描けることができます。まあ、様々なですね、白くしたら白くっていうので、ここを選んでいただければ白くなります。あとですね、音なんかも、サウンドいっぱい入ってます。まあ、今1個しか選んでないんですけども、例えば、ちょっと2曲目はどうかなという、3曲目どうかなっていうので、いろいろと選んでいただいて、例えば1曲だけじゃなくて、1曲は最初この部分ですよ。で、3曲目選んで、2曲目のところの部分はここで使いたいなといった感じで、まあ、こういった形でですね、いろんな曲使っていただくとですね、バラエティにより飛んだことになりますので、まあ、さっき言ったような感じでですね、1曲目のところで、こうやってやりますよ。2曲目のところで、こういう風にやりますよって言ったのも可能です。そうすると曲がですね変わりますよね。デコレーション用のアラザン、そしてハートのタルト型です。はい、ではボウルに熱湯を入れます。60度ぐらいになるまで少し待って冷まします。では温度を測ってみましょう。はい。という形でですね、2つの曲を入れ替えることができるわけです。2つの曲を付け加えることができるわけです。で、あとはですね、例えば曲やった後、黒くフェードしたくないなって言った場合にはですね、これも簡単なんですけども、これ最後黒くフェードしてますよね。なんか黒ってイメージ嫌だなって言った場合には、こういった感じでですね、はい。カラーマットっていうのがあります。これはですね、白色のマットを作ることができるんですが、カラーピッカーから白を選択して、はい。カラーマット。真っ白ですね。まあ、フォトショップでも作って構わないんですけども、こいつをですね、上に持ってっちゃいます。さっき言った合成するわけですね。で、これを下に持っていく。はい。どうなるかというとですね。はい。このような形で、白色ですね。白色が最後、フェードアウトして終わっていくというようなもので、締めくくることができるわけですね。まあ、こういったものを使ってですね、簡単な、ムービー素材とかですね。いろいろと皆さんの方でお試しいただければと思います。
で、最後、一応確認のためですね、書き出しだけちょっとやっていきたいと思います。これですね、ファイルから書き出しっていうのを選択します。で、書き出すとき、ここですね、タイムライン、まな板のところを選択していただいて、ファイルから書き出しのメディアっていうのを選択します。で、ここの書き出しからですね、H264 っていうのを選んでいただいて、ここから、はい、ずっと下に行きまして、YouTube HD1080 の2997ですね。まあ、この細かいことは気にしないで結構なんですが、ここで最高レンタリング品質プレビューをしようということで、はい、完成したものを最後どっかに書き出しましょうということで選択して書き出しボタンを押していただければ完了です。そして、この書き出したものですね、このまま YouTube の方にアップしていただければ、皆さんが観覧できるといった形になるわけですね。